スコアラーを映しています。今日もゴールが見られるのか期待させてくれる選手です。こんにちは、実況は私西岡明彦です。そして解説はおなじみの福西崇史さんです。こんにちは、注目の一戦です。楽しみですね。今日はヴィッセル神戸対ベガルタ仙台のカードです。福西さん、今日のゲームですが、この2人の対決は楽しみですよね。はい、お互いに意識してるでしょうね。いいところを出し合ってくれると思います。キックオフ、試合開始です。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。一般的な 4-3-3 を採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。攻撃力がスペースに出しましたが、これは精度を欠いたか。ハーフナーマイク、ボールは大きくクリアされています。チャンスを逃しました。これは残念、ボールを手放してしまいました。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。プレーは止めません。主審が流していますね。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。中野義弘、サイドから攻撃でしょうか。勝ち越しゴール来るか。このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。タッチを割ってスローインからゲームが続きます。イニエスタが絡みます。ここは縦をつくでしょうか。ここで折り返したい。これはディフェンダーを越えません。イニエスタ、ここでシュート。キーパー止めましたが、まだインプレー。結局キーパーがボールを確保しています。なんといっても最初のビッグセーブがお見事でした。野津田ガキト、これは反応したキーパーを褒めた方がいいですね。ボールを取りました。さてどうする。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。サイドから中央を見る。タックルが決まりましたが、スローインです。キーパーに近すぎました。ボールをキープして自ら勝負します。よく止めました。これはクロスバー、まだインプレーです。ここで大きく前に出します。いいクロスが中に入った。いいボールでしたが、ここは触れません。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。奥野博明、リードを奪いたい。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。
三田博隆、ホドルスキーのところに行きました。このパスは簡単にカットされました。野津田学人、中野義弘、素晴らしいボールです。菅井直樹、流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。野津田学人、クロスを上げたい、前に出しました。前半終了です。後半戦が始まります。走り込んだ味方にスルーパス、チャンスにはなりませんでした。ポドルスキーのポジショニングが光る、いい形でゴール前まで持ってきました。チャンスを伺っています。サイドからのチャンス、イエローカードが出そうです。2枚目となってしまうのか。退場です。2枚目のイエローカードが出ます。危険なプレーでしたからね。内容的には一発レッドでもおかしくないようなファールでした。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。カウンターのチャンスです。素晴らしいスキルで抜いてきます。菅井直樹、入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。両チームとも動いてきました。ボールはゴール、ハーフナーマイク、バーで跳ね返った。入るか、ポストだ。いいボールでしたがここはクリア。前半この選手のプレーがよく効いていました。ゲーム、菅井直樹、このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが完全にずれてしまいましたね。ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。ハーフナーマイクに絶好のパス、ゴールチャンス。リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですが、その上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。三田博隆、マークを確認しておきたいですね。ここでシュート、奥の博明、ハーフナーマイク、ハチスカ浩二、ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。イニエスタ、打ってきた、決まればまだ分かりません。最高のタイミングでタックルに入り、見事なシェアです。素晴らしいボールだ。これは見事なインターセプト。危険な位置、チャンスと思いきやオフサイド、これは惜しい。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。パスコースにはディフェンスがいます。いい組み立てだったんですが
ボールを奪われましたね。ハーフナーマイク、絶妙なパス。これはスルーパスか。距離はありましたが強烈なシュートで狙ってきました。わずかにそれましたが惜しかったですね。この思い切りの良さはロングシュートに自信があるんでしょう。これは見事なパスカットです。ここはよくスペースが見えていました。キャッチできません。ボールがこぼれた。オフサイドの判定でプレーが止まります。ここはフォワードが下がってボールを受けます。スペースへのボール入るか。このシュートは完全に枠を外れました。狙いは分かりますがこれでは入りませんね。笛が鳴りました。ファールの判定でフリーキックです。ちょっと奥の広明、このボールは止めただけ。クリアできるか。このパスはダメでした。通りません。スペースに見事なスルーパス。審判が笛を吹きました。この位置からなら直接ゴールを狙えそうです。ここでシュート。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。今シーズン最後の試合が終了しています。福西さん、各チーム明暗が分かれるシーズンとなりましたね。はい、どのチームも来季に向けてさらなるチームの強化に取り組んでいくことになりますね。